どうもコネです。いつも動画を見てくださってありがとうございます。今回はスパイファミリー見ていきたいと思います。ついにセカンドシーズンの始まりということで、めちゃめちゃ楽しみにしておりました。前回のラストでね、ちらっと出てきた犬がいましたけれども、この犬がフォージャー家とどういった形で関わってくるのかっていうところが多分見どころになるのかななんて思いますけど、キービジュアルでもね、あの犬さんがもう映ってるので、まあフォージャー家に入るっていうことはまあ容易にね想像はつくところなんですけれども、どういった流れ、どういった出会いをするのかっていうところがね、今回の見どころになるのかなって思っております。ということで早速ですね、見ていきたいと思いますので、カウントダウンの後スタートです。はい、始まりました。いやー、この音楽がかっこいい。ウェスタリス。オペレーションストリックスね。いやー、これめっちゃ良かった。うん、ヨルさん。うん、ステラね。いやー、ステラって8つ必要なんだっけ。そういえば、おお、あ、バンプオブチキン、もしかしてこれ。いやあ、ユーリーだ。いやー、絵が綺麗だ。犬さんがいる。うん、やっぱそうだ。いやー、いいね。いやー、夜さん超綺麗。いやー、すごい。なんかさっきから紅葉が結構映ってるけど、秋がテーマだったりするのかな。はい、あー、犬だ。なんか黒くない？夜さん。何？なんだ？犬さんをね。うん。は
ついに探しに行くんだ。うん。そうだね。ペシペシやってるよ。ただちょっと強そう。これはや嫌だ。保護センター、あ、またなんかだ。司令部。そうね。ハンドラーってあの女の人だっけ？この人リーダー。あこうやって吐かせるんだ。あ、そうだったのか。ロイドか。ああ、
今なんかちらっと映ってたのは、あははははは、すごい、先が見えた。これ譲渡会なんだ。確かに。なんかフラグっぽいけど これ譲渡会なんだ。探索。目があった。アーニャンチ映ってたね。やっぱりあの犬さんは先読みができんのかね。それをアーニャが読んだのか。てかここアジトなんじゃないの？ あにゃ。後ろー。いやー、どうする？これ。
よし。おお、守った。ちょっとそんな弱気になるの？後ろ隠れてるじゃん。ちょっと助けてくるんじゃないの？すげえ。夜さんいないよ。それはそんなことはないと思う。夜さ、長いねトイレ。すごい。電話？これを予測してたんだ。あ、よし。よしよしよし。やっぱそういうことだ。いいね。
あ、夜さん。かわいいよね。ワクワク。スターライトアーニャ。あれ？ちょっと待って。犬さん、あ。やばいね。犬もビビる。いやー、かっこいい。結構まだ早いですわ。なんか違う気がするけど。あ、終わりか。いや、で、これがエンディング。一期の時とはだいぶ雰囲気が違うね。誰？誰だろう。ああ、いや、いいね、このカメラワーク。いや、いいね、いい曲だ。めちゃめちゃうまそう。あ、それぞれの部屋に行くんだね。ロイドとヨルさんは一緒でいいと思うけどな。あ、ユーリも出てきてた。時限爆弾を解除せよ。うわー、もう今回の本当に続きだ。テロリストたちが、あの、なんだ、大統領みたいな人が来国してきたけど、あの人をもう殺そうとしてるわけだよね。だからそれを阻止するためにみんなそれぞれ動くんだ。ロイドはロイドで、ヨルさんたちもなんか動いたりするのかね。いや、やっぱスパイファミリー面白いな。あっという間だった。超面白かった。あの犬さんね、犬さんは未来を見る力を持っている。だ、それをアーニャが読むことによってお互いね、
構いいコンビになりそうですね。はい、ということで当事者いただいた方ありがとうございました。今回のエピソードですとかこの動画に対する感想ありましたらぜひコメントいただけると嬉しいです。そして、定期的にですね生配信もやっておりますのでそちらももし見つけた時にはご参加いただけますと嬉しく思います。ということでまた次の動画で会いましょう。コネでございました。バイバーイ。